今選挙ってまだ3年後ですか2年後 2> 参院選まで、まあ、2年半ぐらいです,ですよね。えー、で今度都知事選があるったりするんですけども、はいえー、まあこのまま選挙活動っていうのかな、うん、選挙フェスかな今,今後も続けていこうと思ってるんですか今。 いかにその日本人の生活の中に携帯代を払うような感覚で毎月自分の意中の候補者にじゃあ8,000円献金するとかいうことを定着させていきたいんですよね。クラウドファンンディングみたいいですすねでそこをいかかににカジュアリーにするかっていうのは何か今まだ発想の転換というか個人献金というワードにこもる概念を。 うん、そのものを変えなきゃいけないと思うんでだからまあクラウドファウンディングっていう言い方もいいだろうし、うん、あるいはあえて個人献金という言い方のまま、うん、個人献金っていうイメージをもう拡大しちゃう、うん、拡張しちゃうということですよねそんなようなことをあらゆる局面において展開していきたいなとは思ってるんですけどだから本当は別に単なる選挙活動じゃなくてやっぱり意識改革をやろうとしてるんでしょ もう当選しても落選しても政治家であろうがあるまいが、うん、もっと愛があるいい社会を作るということを急ぎたいんですよね、うん、一人のものとして、うん、だからそれある意味政治家であるとか音楽家であるということをも超えていて一人のものとしてやれることはやりきりたいなというところです、ね、そういうふうに割とこう焦点フォーカスを絞られてきたにやはり震災が大きいんですか そうですね震災以前に、反原発の現場にたびたび立ち会って思うところがいっぱいあったんですよね、つまり原発を推進する保守性もだし、うんうん、それから反原発運動に宿る保守性も、両方僕には同じに見えたんですよ。 あん僕も何回か行ったことありますけど引いてしまいますよね。おしゃれじゃないと、うん、僕無理なんでっていうのはすごく言ってきたんですよ。だから、うん、僕もそういうとこ行くとあの上から下までじろじろ見られる感じなんですよね。<laughs> <laughs> なんでこんなんこんな人が来るのみたいなね。もうちょっと砕けた世の中にしたいなとも思うし、だから戦国時代に、うん、千の利休という人が出てきて。うんうん のの時時代代からになるんだこれからは、うん、っていうことをあれだけ拡散したのは、うん、まあそれは最終的に武力の権限の長たるものに殺される活動だなと思うんですけど、うん、あれは平和運動だと思うんですよね、うん、ある種の、うん、とても狡猾で、うん、とても政治的な、うんうん、だから僕ら文化人の果たすべき役割っていうのはやっぱあの時代の利休のような意識で。うん、まああの ね部屋に最高の武将たちにこう刀を置かせて、うん、そこに置いてねお茶のためだけにこう部屋に入ってくるというような空間あるいはそういう作法を作ったっていうのはすごいですよね武器をさらばですよ、ね、そうなんですよ、うん、一番部に浮いてるのは武将そのものだったはずなんですよねうん、うん、後のやり取りの時代を終えたいぞなるほどだから家康が掲げたキーワードが天下大平っていうのは僕はあるし心からの 思いいななんじゃないかまあ、家族みんな殺されてますからね康、うん、はねではあの非常に健康オタクで漢方とかを自分で煎じたりしていて、うん、大きなこう棚にいろいろ入れてたらしいんですけどもとにかく長生きするんだとそうそう生っていうこと生きるっていうことにとても執着してたっていうのはやはりこう死の戦国時代だったからでしょうね。で周りに死がたくさんあって だからでしょうねとにかく生き抜いて天下代平にするんだと、うん、もちろん負の側面もたくさんあるわけですけど、うんうん、まあすごい人だなと思いますね僕最近ちょっと見直してあんまり子どもの頃に歴史好きのこう中学生が好きになるタイプじゃない,じゃないですかかっこよくないんじゃないですかです、ね、やっぱり織田信長とかの方がさかっこいいじゃないですかだけどねやっぱりかっこよくないんですよ生きるってことはうん、うん、ね,そこ,をねこの放射の。 時代と言いますか生きるとということがここがまでさせまったテーマにもら一方でね長い目で見た時には、うん、すごく尊いテーマを人類は授かったなと思うんですよ、うん、ですね原発でも爆発しなければ、うん、我々は価値観を超えて一つになろうとしなかったであろうってう、ね、後年語られるような出来事にできるかできないかっていう、うん、トライだなと思ってます。まあ 最大のチャンスですよねそうだ、ねうん、そのさっきも話していた鈴木さんも右翼ですからね筋金入りの、うんうん、がやはり原発はダメだよねっていう一点で一緒にね鑑定、えー、前の偶然たまたま僕の隣にあの石垣に座ったそれであの初対面で自己紹介し合ったんですけどそういう。 そこでで付き合いが始まったんですけど、うんまあ、象徴だよね、うん、鈴木さんのブログたまに読むんですけど、うんうん、僕の中で「親友欲」っていうもののイメージが変わったし、うん、彼自身が30年40年前に自分がやってたことを、うん、若気の至りとして結構「パッと語ってるところが、ねはい、僕は逆に今の受け化してると言われてる人たち日本人に、うん、ぜひちょっと。 うん、二の鉄踏まないように国を思うとかっていうのは言うか言わないかであってみんな同じなわけで、うんはい、そこをス,、まあ、スタイルにされてる人たちは自負があるのも分かるし、うん、ただ感情論になってはいけないよっていうことがその人種のことをめぐっても年取って後悔しない行動をしてほしいなという,とう <laughs> 学校の先生みたいなあれになっちゃうんですけどね。あの昔の 人類社会には村々には長老がいてね、うん、まあ神話を伝えたり村のお成り立ちを伝えたりね、うん、何かこう自然災害があったりあの変な黒い雲がこっちに来たなんていうと「長老あれなんだろうね何の印だろうね」なんて聞きに行ったりした、うん、まあ社会に長老がいるべきだということでねあの鈴木さんにぜひそういう長老になってほしいとさっきもお願いしたんですけど長老制度トライバル、うん 所属社会っていうのをもう一回こういう東京の中でも構築し直すチャンスいっぱいあるしまた精神的なトライブっていうのもあり得ると思うんでネットとかを介して一つのネットワークとしてそこは何か意見を聞かれるべき人がちゃんと世の中に聞いててほしいですね存在を聞かせてほしいですね。